なかなかと外に出ることがなかった、そういうきっかけがなかった方々にのへの、手の差し伸べになるのではないかというふうに期待をしているところであります。どうぞ。今年2月の、 25日に免許証を返納したんですよ。1週間、詰まってるんですよ、ボランティアで。早くこれ移動しようと思ってましたら、この、ちょいタクシーができたもんですから、これからそれを上手に利用させてもらって移動していこうと思ってるんです。